さあ始まりました、お車研究所家族サービスのお時間でございます。研究員1号のワッツポ、研究員2号の奈良です。おっしゃ、本日カメラマンの浜谷です。よろしくお願いします。はい、ちょっと新しいオープニングを試みてみたんですが、めっちゃ顔がドアップで恥ずかしいです。はい、というわけで今回は、クラウンスポーツの内装をですね、皆さんにぜひご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。もう早速ね、やっちゃいましょう、行っちゃいましょう、レッツゴー。はい、というわけでクラウンスポーツの室内に私たちおりますけれども、皆さん座り心地はいかがですか。いや、思ったんだけど、はい、クラウンのクロスオーバー、はい、前回、やった内装と、はい、なんそうですね、変わらない。変わるとしたら間違い探しかな、はい、何が違うとか。中のね、このシート革なんですけど、サンドブラウンっていうのと黒と、はい、2色やってます。というわけで内装なんですけれども、正直ほとんどクラウンのクロスオーバーと一緒です。これはですね、あのパワーシートもついてるし、クルーズコントロール関係とかのこういったのも全部ついてます。そしてヘッドアップディスプレイ映ってますでしょうか。ガラスに映ってるの分かりますかね。ゼロって書いてあるね、これ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 ね、ヘッドアップディスプレイもついてます。やっぱりナビもね、大きいですね。ここはもう本当に一緒です、全く一緒。置くだけ充電もついてるタイプだし、本当に内装に関しては一緒。このパカッと開いて、このクラウンのクロスオーバーでしょ、タイプ C。ここがドライブモードを切り替える。これも全く一緒です、はい、はい、ちょっと一回スポーツモードにしてみてください。これが今エコモード、お水色、エグノーマル、おー、いいですね。うわ、来た、かっちょいい。今ホイールまでのフィンって赤くなりました。ノーマルからのスポーツ、うわ、かっこいい。え、ちょっと待って待って、あ、もうスポーツのままこのメーターに戻ると、なんかちょっと夕焼けみたいな感じの赤いラインになるんですね。エコでなった時は、メーターが、ほら、こんな感じ、緑色、緑、で、ノーマルに行ったら、はい、紫、そうですね、紺色かな、で、次スポーツ行ったらやっぱり濃い赤、ね、情熱の赤、赤。そしてですね、これね、なんとね、矢野さん、オプションでですね、クラウンのクロスオーバーの時とはもう違うのがついてるんですよ。ここオープンって書いてあるんで、押してみてください。オープン、うわ、はい、来ました、パノラマルーフ。これはこれがついてます。タフト思い出す、タフト、モロダイハツっすね。そう、これ後ろはやっぱ開放感あります。これ窓開くね、どう、開かない、開かない、ありますね、ある、これオプションで11万円だそうです。人、はい、もうそれでいいんだ、話していいやつなんだ、ちょっと待って、もう一回もう一回、閉めるときは、あ、微調整をかけるんだ、こうやって押す。あー、来た、ちょっと待って、長押し、ある程度長押ししたら、あの、ドアの、パワーウィンドウのオートと一緒だ、ちょっとこう微調整するだけ、ちょっと、はいはいはい、軽く押すみたいな、で、オートで追加で開けたいときは長押しする、あ、押し込むみたいな、ちょっと僕別に、でちょい締めしたいときは軽くポンポンポンってできるけど、ガッツリ締めたいときはグッと押して、そうそう、おー、すごい、確かに、もう前だけ開けたいとかもできる、そうそうそう、ということだね、だからね、前だけちょっと、そうそうそう、この後はオートになっちゃうから、これ前だけ開けよう、パワーウィンドウのオートと同じ、いいね、これでもやっぱね、サンルーフ、パノラマルーフっていうのかな、トヨタは、あるといいね、だから、雨降ってるし、うん、曇ってるから明るさ欲しいね、ちょっと明るさ、あ、まあ、屋根の下だからそんな明るくないかもしれない、変わりました、全然違う、全然違う、もう奥さんの
肌がもう黒から真っ白になる。真っ白になってる。やば、そんだけ太陽光のあれがあるんだ、影響が。白黒くん。全然さっき映んなかったね。そう。目しかなかった。どういういじり。ドアっていうの？ドアっていうのは押すじゃないですか。うん、ドア開けたら光。あ、ライト。そうそうそう、ドアと。でも今のすごい洒落た感じのね。これでもクラウンの時と一緒だけどね。うん、シャンデリアっぽい。うん。なんかあの、おしゃれなスナックじゃなくて。スナック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 カフェ。全然違う。違うけどね。あの、カフェで、こう、天井にこう、アンサメイトしてる。あ、間接照明みたいな。間接照明ね。はい、それ。今やっぱシートとかね、こう内装の話に戻りますけど、もうほとんどクラウンの、クロスオーバーと一緒です。一緒ですけど、座り心地相変わらずクラウン、いいですね。なんかラウンジ、うん、みたいな。ね、本当にいい。ちょっとこう背が高くなってこうキュッとなってる分ですね、天井が少し高くなってる印象があります。ただ窓ガラスはクラウンの、クロスオーバーの方が若干横幅が広い印象があります、ね、窓も正面から見た時に、うん、スポーツの方もシュッと、うん、シュッとね、こう縦長みたいな感じ、うんうん、でクロスオーバーはちょっと横に幅がある、まあ多分ボディの形状でそうなってるんだと思うんですけど、まあ、充実した室内になってます。僕だったら黒にするかな、シートね。どっちから巻くんですね。そう、どっちから巻きます。よし、やるよ。後ろにも2つ、うん、お、後ろもあるの？あ、あります。あります。で、下に、コンセントがある。あ、そうなんですか。うん。ここ、あ、コンセントある。で、やっぱ後ろはね、なんかどうなの？気持ち、ちょっとやっぱり狭いのかな？ちょっと分かんないよね。ちょっと狭そうですね。ドア、ドアのね、大きさが違うから、うん、あ、でもやっぱり後ろからこうパノラマルーフ見た時のこの開放感は、うん、全然なんかこの圧迫感が、うん、いい、これ、やっぱり狭いかも。私が後部座席乗った時に足めっちゃ組んだりもして、めちゃくちゃスペースが、ね、あったけど。改めて見るとバクッとこう座った状態に本当疲れないね。ね、疲れない。だからずっと座ってられますよね。私ちょっと腰最近さ、うん、あ、腰が悪いですか。ひっくり腰じゃないけどさ、腰が悪い。そうそう、腰やっちゃってさ、はい、あの、あんまりこう長時間ね、せいで座ってるとしんどいんだけどさ。でもやっぱ座り心地いいからどうですか、楽ですか。腰に優しいね。腰に優しい、はい、クラウンのシートは腰に優しいと。うん、ほんとここで自分のリクライニングレバーだからさ、はいはいはい、背中の力を使って、ああ、そっか、起こす時にね。そうね、なるほど。これも電動だからね。そうそう、で、電動はいらない力が、うん、あの、荷室がやっぱりかなり確保されてるので、あの、なんかこうちょっと遠出しようよって時とかね、もちろんクラウンだから運転めっちゃ楽だと思うし、乗ってる人たちもすごく優雅な、ゆったりと座れて、日本がいいね。で、荷物もある程度乗るから、こう旅行とか行くのにはいいかも。で、ホイールベースがちょっと狭くなってる分小回りも効くから、こう普段使いにも使える、うん、ね、使えるからね、非常にいいかなと思うので、やっぱ内装全体的にやっぱりもう出来上がってるので、まあ、あの、買ったら買ったでもうかなり乗り心地もいいだろうし、座り心地もいいし、後ろの人も、あの、前席にしっかり配慮してあるから、うん、いいと思います。うん、ね、うん、いいと思います。もうこれはもうクラウンからずっと来てるものだから、で、ちゃんとこれでサイドエアバッグもバッチリついてますね。安心です。さっき言ってたのに、うん、これが顔を、目を開けたり閉じたりで、居眠りしてたら目閉じてて、私ね、クローズコントロールとかしだした時に、ね、発動する。ハンドルも持たなくても進む、ついてくる。渋滞支援、うん、で、ハンドル、レーダークルーズコントロールと、あの、渋滞時の運転支援がついてくると、そういうやつが見ててくれるわけ。すごい便利、ね、手離していいんですよね。今の新しいスイッチで、うん、スイッチ、あの、ボタンの方が、そうですね、うん、もう全てがこの人差し指で押すだけだもん、はい、押すか引くか、はい、なんかさっきカスタムがドライブの、だからモニターとかも自分の使いやすいようなものに合わせる設定があるじゃん、右の設定とか、ちょっと、はい、どういうカスタムができる、パワートレーンをノーマルからスポーツにする、スポーツ、そして OK、一番下の OK をして、
ステアリング。ステアリングはスポーツにするかノーマルにするか。スポーツ。はい。ステアコン。エアコンも、うん、ノーマルかエコにするか。エコです。はい。もうこれだったらもうスポーツじゃん。だよね。どうですかね皆さん、あの何か参考になる部分は、まあ結果スポーツみたいなね、はい、ところあったと、まああのこのレールルーフのねパノラマルーフは11万円で付けられますので、ぜひこういうのを付けたい方はぜひ付けてもらって、そしてシートは出来上がってます。そして2色ありますのでお好みのシートにしていただければと思います。それでは今回の動画この辺りで終わっていいですかね。終わりますよもう。あ、いた？うん、Wi-Fi でしょ、うん、Wi-Fi もそうです、室内の、はい、やがた、はい、走行編で、そうですね、あこの Wi-Fi は走行編でやるんですね、うん、あの Wi-Fi の、はい、あの無料スポットに行って、あそうですね、そう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 、はい、楽しみが走行編、うん、広がったんじゃない、そうですね、はい、まあ、走行編は今度はじゃあいろんなオリジナルのパワートレインってやつを使って、うん、いろいろ走っていきたいと思いますので、うん、ぜひまた次回皆さんお会いしましょう、うん、今回の動画参考になったかな、どうなんだろう、面白かったらチャンネル登録、グッドボタンと高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回総合編でお会いしましょう。バイバイ。